So that tour went for like 120 shows, and this tour is about 151 shows. So even 3 years later, I'm still going to more places, places I've never been. Every time I decide to go on tour, I try and go to a new area, somewhere I've never been, because I still feel like there are people to see and play to and that have never seen me, and audiences to win over. So like coming up for our last leg for the Prismatic World Tour, we...私は消極的な性格で、小さい頃から自分に自信が持てずに大人になりました。そんな私も社会人となり、入社してから同じ職場で働く先輩に恋をしていました。彼は私とは正反対で、背が高くてスポーツマンで明るくて、職場ではみんなから愛される人でした。だから私と釣り合うはずもなく、私はただ先輩のことを眺めながら、先輩の彼女になれたら死んでもいいなと妄想しているだけ。しかしたわいもないことがきっかけで仲良くなり、先輩から告白され、私は先輩の彼女になることになりました。私は死ぬほど感動し、これから幸せな日々が続くんだと確信していました。いざ時が経つにつれ、その思いは長くは続きませんでした。なぜかというと、私の中に一つの疑問があり、その疑問が頭から離れずに、先輩と一緒にいても何かぎこちなく、心が安らぐことがなかったからです。そんなある日、彼が、そんなことないよ、楽しいよ、自分自身でも棒読みになっていることが分かりました、と言ってため息をつく彼。そんな先輩を見て、私は自分のためにも先輩のためにも、人生で一番の勇気を振り絞って、先輩に私の大きな一つの疑問を言いました。ねえ、なんでこんなに取り柄もない私と付き合ってるの？他にもっといい子なんていっぱいいるのに。そして彼は言いました。この時の言葉は私の人生の宝物です。付き合ってる時に取り柄もないとか関係ねえんだよ。世界で一番お前がいい子なんだから。 Please repeat after me. 付き合ってる時に取り柄もないとか関係ねえんだよ。世界で一番お前がいい子なんだから。